皆さんこんにちは。 EA 本 PR スタッフの谷美久です。前回に引き続き今回もラスベガス出張動画なんですが、今回はセスの会場ではなくバージンホテルで行われているハーマンインターナショナルの展示会、ハーマンエクスプローラーに行きました。英語喋れないしみたいなんですごい時間かかったんですけど、なんとか入ることができたんで取材していこうと思います。まず最初は JBL のコーナー。ゲーミングワイヤレスイヤホン、クォンタム TWS シリーズの新製品、クォンタム TWS Air が展示されていました。さらに JBL のゲーミングヘッドセット、クォンタムシリーズもたくさん並んでいました。その中でもノイズキャンセリング機能を搭載したゲーミングヘッドセットのクォンタム 910X とクォンタム 910P が新製品として並んでいました。他には E イヤホンでも人気の新製品から未発売の製品までずらりと並んでいます。 JBL のフラッグシップワイヤレスイヤホンであるツアープロ2には充電ケースの表面にディスプレイがあり、そこでバッテリーの残量が見れたりノイズキャンセリングに切り替えたりできるみたいです。お次は JBL の JBL パーティーボックスシリーズ、パリピなスピーカーですね。それぞれの用途に合わせて大小さまざまなサイズのパーティーボックスがあります。大きな会場でも鳴らしきれる迫力のスピーカーなだけあってかなりサイズ感も大きいです。小さいパーティーボックスにはマイクがついていて喋ったりカラオケができたりするみたいです。ホームパーティーでのカラオケに使えそうですね。はい、こんぐらいでかいユッカの半分以上ぐらいある。こちらは既存製品のワイヤレススピーカークリップ4と GO3 なんですが、なんとリサイクルできる素材で作られているモデルです。エコな製品も最近増えてきましたね。クリップ4の新色もありました。ポイントで差し色が入ったようなカラーバリエーションで個性があってとても可愛いなと思いました。JBL のスピーカーといえばっていう感じの印象であるチャージ5やフリップ6、大迫力サウンドであるエクストリーム3、かなり大きいサイズ。今からサウンドバーをご紹介してもらいます。 JBL のサウンドバー、バー1000なども展示されていました。サウンドバー以外にはサイドスピーカーも JBL サウンドをお家で楽しめるセットですね。サウンドバー以外にもサイドのスピーカーとかもあります。こちらはインフィニティラブです。ハーマンの新しい事業でモバイルバッテリーを取り扱っています。ワイヤレス製品の需要が高まる一方で充電は大事になってきますね。これは JBL のラグジュアリーコーナーで、すごいずらっとすごいスピーカーが並んでるんですけど、やはりその中でもこれアレジェンドリボーン。最後に JBL のラグジュアリーコーナー、ずらっと高級そうなスピーカーたちが並んでいました。レコードプレイヤーからスピーカーに音を流して音楽を聴かせてもらったんですけど、スピーカーの迫力とレコードならではの温かさが感じられてすごく没入感がありました。ハイエンドオーディオブランドマーク・レビンソンのアンプセットも展示されていました。パッと見から高級感がすごく漂ってきますね。はい、ただいま朝の4時ですね。カラーズホテルを背に帰国したいと思います。バスに乗って、タクシーに乗って、ラスベガスの空港に向かいます。はい、ラスベガスの空港に着きました。今4時半ぐらいですね。朝の4時半です。なんかラスベガスは早朝便しかないみたいで、朝の4時なんですけど、みんな眠い中来てますね。いっぱい。めちゃ結構人がいます。はい、ラスベガスの空港、こちら6時半ですね。なんか朝日が出てきてめっちゃ幻想的で綺麗なんですけど、窓ちょっと反射しちゃってますね。めっちゃ朝焼けが綺麗です。はい、サンフランシスコ国際空港に到着。時間は9時半です。これでまた乗り継いで JAL に乗り継いで成田空港まで向かっていこうと思います。はい、ただいま12時前です。サンフランシスコ国際空港から成田空港へ向かう飛行機に乗ります。なんか JAL の安心感がちょっとある気がしました。はい、機内食です。今回は照り焼きチキンとビーフシチューから選べたので、私、とにみくは照り焼きチキンと、ゆっかがビーフシチュー。ビーフシチューパンやなんかマッシュポテトみたいなやつ。ああ、マッシュポテト。こんな感じ。はい。今回2人とも好きな機内食が選べました。なんと2食目のお食事、機内食が来ました。今回はドリアとなんかフルーツとかチーズもある、あとヨーグルトです。成田空港到着しました。長い旅も終えて日本に帰ってきました。帰りは約サンフランシスコから10時間ぐらいかかって帰ってきました。ということで、CES2023 終了。お疲れ様でした。